ことバイクへのフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて今回は400という排気量について解説をしますが、よく言われている車検が必要なことがデメリットとか、400は日本の道路にちょうどいいといった多くの人が言うようなありきたりすぎることを今更掘り下げて解説するようなことはしません。元バイク屋っていう立場ですんで、それなりに身のある話をしていこうと思いますんで、ぜひ最後までお付き合いください。さて皆さんは400というバイクの排気量についてどんな印象がありますか？バイクに乗ったことがない一般の方からすると大きなバイクって思うでしょう。バイク乗りの皆さんだったら中間排気量ミドルクラスって思うかもしれません。実はこの400という排気量は人によってかなり持っているイメージが違うんですね。バイク乗りの中でも400なんてほぼ大型だよっていう人もいれば、コンパクトで扱いやすいよねっていう人もいます。日本のバイクの免許では最もポピュラーな普通自動二輪免許の範囲内で乗ることができる最大排気量、この400という絶妙な排気量について今回は考えてみようと思います。それでは今回の内容です。まず日本ではとても一般的な400ですが、実は世界的にはとてもマイナーな排気量なんですね。その理由や世界の免許制度とともに比較して考えてみましょう。次に、実は近年の400は昔の400と根本的に違う考え方、設計をされていることが多いんです。そんなに大きな違いあったって思われるかもしれませんが、全然別物になってるんですね。どこがそんなに違うのか、その設計思想の違い、そのように変わってきた理由についても考えていきましょう。そして最後、今までたくさんの 400cc のバイクが作られてきましたが、その中でも特に印象的だった車種、そして変なバイクについてもちらっと紹介していきますんで、ぜひ楽しみに最後までご視聴ください。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、ではまず400という排気量について。この 400cc っていう排気量は実は日本独自のガラパゴス規格であると言っても過言ではありません。なぜなのかご存知ですか？そう、実は免許制度上の問題で 400cc っていう排気量で中型大型の区分を行っているのは日本だけなんですね。というより、そもそもほぼ全ての国では二輪という区分くらいしかありません。ですので国際免許では日本で普通自動二輪の免許を持っていれば、ほとんどの国で大型バイクを運転することが可能なんです。実際国際免許の免許区分は、大型自動二輪免許または普通自動二輪免許を保有している場合は、二輪の自動車かっこ速車付きのものを含む身体障害者用車両および空車状態における重量 400kg かっこ900ポンドを超えない三輪の自動車とされているので、普通自動二輪免許でも大型自動二輪免許でも運転することができる対象は同じということになりますよね。ほんと、こんな免許区分制度じゃなければ排気量マウントなんていう無益な行為も生まれなかったのかもしれませんね。ちなみに排気量制限がある国でいうと、アメリカでは M2 免許が 150cc 以下、 M1 免許がそれ以上と 150cc で区切っています。まあ、排気量制限があるとはいえ、日本の細かい免許制度に比べるとだいぶざっくりとしてますよね。 EU 諸国においては細かく設定されていて、日本の免許制度とよく似ています。一番下の免許 AM 免許は16歳以上で取得することができ 50cc まで、そして最高速度が時速45キロ以下っていう制限があります。まあ要するにほぼ日本の原付免許ですね。そして同じく16歳以上で取得できるのが A1 免許、これは 125cc までで日本の原付2種、つまり小型限定と同じクラスですよね。ただし最高出力は15馬力以下のものっていう制限があります。まあ今売られている 125cc 以下のバイクは大半が15馬力以下だとは思いますが、昔のツーストなんかは乗れないっていうことになるんでしょうね。そして18歳以上であれば A2 免許へとステップアップすることができ、なんと排気量制限がありません。いきなり ZX10R やはやぶさにも乗れちゃうのって思われるかもしれませんが、それは違います。47.6 馬力までという制限があるんで、現在新車で売られている2気筒の 400cc スポーツくらいまでっていうイメージで、まあ要するに結局ほぼ普通自動二輪免許ってことですね。ただ排気量制限はないんで、クラシックタイプやオフロード、アメリカンやスクーターといった最高出力が高くないジャンルであれば 600cc くらいまで選択肢が広がりそうです。逆に400でも4気筒スポーツ CB400 スーパーフォアなんかは乗れないってことになるんで、日本とは逆転現象が起こります。排気量制限がないとは言っても、日本の大型自動二輪免許のようにバイクなら何でも乗れるっていうわけではないんですね。では日本の大型自動二輪免許のように制限が一切ない無敵の二輪免許となると、 A 免許という免許になります。これは20歳以上で取得できますが、もう一つ条件があって、 A2 免許の取得から2年経過している必要があります。まあ、日本とよく似ている免許制度ではありますが、日本よりもちょっと細かいかもしれませんね。日本は排気量だけで区分していますが、 EU は排気量だけでなく最高出力でも区分しているので分かりにくいですね。そして今主に実用車としてバイクの需要が最も
最も高いアジア諸国でポピュラーな排気量は110とか150といったものなんですね。というわけで今解説してきたように 400cc っていう言葉は一言も発しませんでした。日本だけのガラパゴス規格ってことをご理解いただけたでしょうか。日本でもバイクがたくさん売れた時代は400のバイクがたくさん発売されていました。しかし市場が縮小してしまった現在の日本だけのためにメーカーがわざわざ開発リソースを注ぎ込むことはできないんですね。ですので最近はアジア向けに開発した110や150といった車種が増え、日本では需要が多くはない320などといった中途半端な排気量の車種も現れました。そういった本来日本の市場にはマッチしない排気量が増えることと相関するように日本独自の400というのは随分と減っていきました。とはいえメーカーはまだ日本でも新車の400のラインナップを残してくれています。ただそういった400モデルも以前とは随分と設計段階から事情が変わってきてるんですね。次の章ではその点についてしっかり深掘りをしていきましょう。はい、では近年の 400cc バイクの事情がどのように変わってきたのかを解説します。実は90年代の400と直近の400ではそれぞれに事情が異なります。というより実は開発の段階から思想が違うんですね。まずはこの動画制作時に新車で購入できる国内メーカーの 251cc 以上 400cc 以下の車種をチェックしてみましょう。ホンダは CBR400R、400X、GB350 の3車種です。ヤマハは YZF-R3、MT-03、そしてトリシティ300の3車種。川崎は忍者400と Z400 の2車種。鈴木に至ってはビッグスクーターのバーグマンしかありません。車種が少ないって嘆くだけじゃなく、注目してほしい点は他にもあります。それは排気量。GB350、R3、MT-03、トリシティ300と400よりもいずれも小さい排気量ですよね。中でもヤマハは R3、MT-03 については320cc、トリシティは 300cc と随分と中途半端な排気量です。まあ正直ユーザーの心理としては車検のない250に比べるとプラス 50cc、プラス 70cc 程度のために車検のコストなんかをかけたくはないですよね。R3、MT-03 に関しては 250cc モデルも用意されていて、実際そちらの方が多く売れているはずです。ではなぜこんな中途半端な排気量になっているのかっていうと、一言で言えば日本市場を意識してないから、日本仕様のためだけに400の車両を用意しても採算が合わないからだと考えられます。これはバイクだけに限った話ではなく、四輪でも同じような方向に進んでいると言われています。まあ、自分は四輪は専門外ではありますが、よく日産自動車は海外市場しか見ていなくて、日本国内のモデルは何年もマイナーチェンジすらせずにほったらかしっていう話を聞きますね。事実マーチやキューブなどは随分と放置されていましたし、3代目のエルグランドも何年引っ張ってるんでしょうか。逆にエクストレイルといった海外でも人気の SUV モデルなんかは積極的なモデルチェンジ、マイナーチェンジを行っています。つまりもう日本は昔のような市場価値がないってことなんですね。人口が減るだけでなく相対的に所得も激減したため購買力が大幅に低下しています。日本が経済的に豊かな国っていうのはもはや過去の話です。いや正しくは日本人が経済的に豊かではなくなったといった方が正しいかもしれません。そんな状況の中 400cc モデルを残してくれているホンダや川崎はありがたいですねと思えるかもしれませんが、よくよく調べてみると話はそう単純ではありません。川崎の忍者400、 Z400 というバイク、確かに排気量は400ですが、これ車体は250とほぼ共用なんですね。タイヤの幅や排気量に応じたマフラーの変更など細かい点での差はありますが、言ってみれば忍者250に400のエンジンを乗せただけって感じなんですね。 Z についても同様です。この Z は忍者からカウルを取ったネイキッド版ですから、基本的には設計が同じです。そう、400ではあるものの開発にはほとんどお金をかけてないんです。まあ結果的に軽い車体にパワフルなエンジンというなかなか面白いバイクには仕上がっているんですが、そのプロセスを考えるとちょっと残念な気持ちにもなってしまいますね。さてこの章の冒頭では90年代の400と現代の400では設計の思想から異なるとお伝えしました。実は80年代から90年代の400って現代とは逆で、日本で売ることを前提に開発されていたものばかりでした。つまり
ものづくりの第一歩であるマーケティングの段階から異なっていたんです。ですので設計段階から 400cc として設計、各部が最適化された車体であり、かつ販売台数も多く見込めるんでラインナップも豊富。ただ今と同じように海外仕様のものと共通の車体を持つ車種というのも存在していました。今の日本では先ほども言ったように250の車体と共用した320や400のモデルが多いんですが、当時は逆に海外では 600cc のエンジンが載せられているものに400のエンジンを載せているってものが多かったんですね。有名なところで言うとホンダのスティードや川崎の ZZR なんかが挙げられます。実際自分は初めてのバイクとして ZZR400 を所有していましたが、400としては非常に大柄な車体で迫力があり、車重も重く、どう見ても大型でしょっていうサイズ感でした。もちろん400としてはコンパクトで軽い現在のバイク、400としては大きくて重い昔のバイク、どちらが優れているっていうことは言えず、オーナーの好みや用途によって変わってきます。ただ一つ言えることは、メーカーはもう日本の市場だけのために開発リソースを割くことはできないという悲しい状況であるということ。そんなにバイクが好きだったら大型を買ってくれと言わんばかりの姿勢には悲しくなりますね。パンがなければお菓子を食べろじゃないですけれども、やはり400には400の良さがあります。日本の道路事情には本当にちょうどいい。街乗りは大型じゃでかすぎる、長距離ツーリングは250じゃきつすぎる、400から7半ぐらいがちょうどいい。しかも400なら大型免許もいらない。メーカーの苦しい事情もよく分かっているつもりではありますが、ぜひ諸問題をクリアして、また CB400 スーパーフォアやドラッグスター400のような絶妙な400の名車を再販してもらいたいものですね。では次、最後の章、自分の独断で選ぶ記憶に残る400、そして変な400を紹介していきましょう。はい、では最後の章、自分の記憶に残っている特に印象的な400を紹介していきます。まずは名車 CB400 フォア、通称4フォアですね。名車ではありますが、この4フォアは変な400枠として紹介します。最近になってバイクに乗り始めた方も、この CB400 スーパーフォアっていうバイクはよくご存知のことかと思いますが、かつてスーパーじゃないフォアがあったんです。空冷で SOHC とスーパーフォアの水冷 DOHC に比べると絶対的な性能ではかないませんが、発売されたのは1974年、当時としてはバリバリのスポーツバイクでした。特徴的なのはその排気量、なんと 408cc。 この 8cc のために僕らは大型自動二輪免許を取得しなければならないのです。なぜこんな排気量で発売したんだよって思われるかもしれませんが、発売された年はまだ大型自動二輪免許っていうものは存在せず、発売の次の年1975年に免許制度が改正されてしまったんですね。そこで慌ててエンジンのボアはそのままに、ストロークを少しだけ短くして 398cc へと縮小しました。ちなみに現在でもロイヤルエンフィールドなんかには 411cc っていうエンジンを搭載したバイクが2車種新車で買うことが今でもできます。排気量マウントをしたい方、これらのバイクならきっと嫌味なく笑い話をしながら排気量マウント、免許マウントができると思いますが、いかがでしょうか。では次、 DRZ400SM です。もちろん卑猥なネーミングだから記憶に残ってるっていうわけではありません。この SM というのはスーパーモタードの略ですからね。何かを期待したおじさんの皆様、残念でした。そしてこの DRZ400SM、 これは2000年代と比較的最近のバイクです。当時オフロードバイクに17インチのロードタイヤを履かせたモタードというものがとても流行っていました。多くの方が 250cc クラスの D トラッカーのような車種を選び、ストリートカスタムもして楽しんでいましたね。そんな中、お前ら浮ついてるんじゃねえと言わんばかりに登場したのがこのスズキ DRZ400SM。 このバイクは水冷4バルブの DOHC エンジンを搭載し、軽量な単気筒ながら40馬力を叩き出します。車体のベースとなったのはレーサーモデルの RM というバイクなんですね。足回りには高度なコーティングを施し、フリクションロスを減少させた倒立フォークを採用するなど、めちゃくちゃ本格的なモタード。このモタードって実はめちゃくちゃ速いんですよ。車体が軽いんで大きなパワーを必要としません。車体が軽いということはブレーキ性能も高まるということです。つまりコーナーでもギリギリまで減速せずに突っ込むことができ、グリップ力の高いラジアルタイヤで旋回可能。車体が軽いんで40馬力でもグイグイ立ち上がる。なんなら下りは大型のスーパースポーツよりも速かったり、まあ行動で速いだのなんだのってのはなしなんですけれども、それだけパワーを有効に使い切ることができ、扱いやすすぎるがゆえ、そのアドバンテージを感じ
じやすいってことです。後にヤマハから 250cc クラス最強のオフモタードの WR250 シリーズが発売になりますが、400というクラスではこの BRZ400 スーパーモタードが一つの結論と言えるほどの完成度だったんです。今でもジムカードなんかでは人気の車種なんで、気になる方はぜひ調べてみてください。はい、今回は400という排気量について解説をしてみましたが、いかがでしたか？最近元気がないクラスなだけに、各メーカーの今後のラインナップ拡大に期待しましょう。こんな感じで元バイク屋がバイクに関する情報提供をしているチャンネルです。バイクに興味がある方、ぜひチャンネル登録を。この動画面白かったよっていう方、ぜひ高評価のクリックをお願いします。またこの動画の概要欄にはスマホの写真だけでバイクの査定価格がわかるサイトのリンクを貼ってあります。バイクの売却や乗り換え予定の方はもちろん、ぜひ自分のバイクって売ったらいくらくらいなんだろうって興味がある方、無料なんでぜひ試してみてください。もちろんしつこい電話なんかはかかってこないんで安心してください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。